弟くん誕生日おめでとう。よし、じゃあ開けてごらん。出たー！わー、すごい！なんだこれ、ちょっと。おー、すげー！アドバンスなきゃ。はい、ということで弟くんの7歳の誕生日プレゼントはプラレールアドバンスの D51-200号機蒸気機関車エントリーセットです。イエーイ、イエーイ。じゃあ早速これを組み上げてみましょう。はーはー。はい、ということでレイアウトを組んでみました。まずこの状態でセット内容を見ていきましょう。じゃあまずはこれですね。本体 D51-200号機プラス12系客車。今までのアドバンスは4両編成だったんだけど、これパッと見3両じゃないですか。でもね、実はね、これ1両目と2両目ここでね、つながってるんですよね。この先頭車、機関車とその後ろにテンダーがついてます。で、客車が2両ということですね。1両目、2両目、そして3両目が駆動車になっていて、単4電池1本で駆動します。はい、次にレールですね。まずはストップレール1本と直線レールが2本、そして曲線レールが8本あって、ガイドレール1セット、クロスポイントレール1本、これだけレールがいろいろ入っております。そしてここ駅ですね。屋根なしホーム1セット、そしてこちらが跨線橋で、最後に架線柱が全部で10本入っております。で、こちら先日発表になりましたプラレールアドバンス用の赤外線リモートコントロールユニット、それで使えると ACS 対応となっております。これでね、プラレールアドバンスがリモコン操作できるようになるんですよ。これがプラレール純正品として登場と、それの第1弾ってことですよね。秋の発売が楽しみですね。そしてこちら走行時に動く可動式ロッドってことで、ちゃんとくるくる回るんですね。細かいな。さあ、それでは走らせてみましょう。はい、それでは弟くん走らせてください。スタート、ゴー。おー、あー、どうもやっぱり架線柱がダメだな。いつも架線柱引っかかって脱線しちゃうから全部取っ払っちゃいました。なんでだろうね、これね。じゃあこれで走らせてみましょう。スタート。あー、回ってる回ってる、かっこいいぞこれ。うわー、かっこいいかっこいい。あー、かっこいい。おー、いいねー。次変えていい？いいよ、じゃあクロスにして。おー、あ、動いた。あ、そうだ、トンネルだ。トンネルくっつけよ、トンネル。やっぱ SL にはトンネルだよね。あー、やっぱトンネルだよ。トンネルいいよ。来た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 。おー、いいね。いやー、 SL いいっすわ。初めてプラレールでジオラマ作ってみたいと思いましたね。これかっこいいわ。
で、さらにこれがリモート運転できるようになるわけですもんね。楽しみだな、これ。はい、そしてさらにこの跨線橋を使ってこのような立体交差のレイアウトを作ることもできます。すごいでしょう、ここ。ちょっと寄って見てみましょうか。はい、ということでこちら跨線橋を登ってくると新幹線のホームに合流するようにレイアウトしてみました。立体交差のホームと跨線橋でつなぐことができると。かっこいいね。おー、かっこいい。いいね、いいね。はい、ということで本日ご紹介したのはプラレールアドバンス D51-200 号機蒸気機関車エントリーセットでした。これは今までプラレールアドバンスに興味がなかった人にもおすすめできるんじゃないですかね。これは楽しいわ。